ちょっと星投げのことを、ショールームのことを教えてください。了解です。ちょっとね、なんとなく分かったけんさ、まとめていくね。お腹が鳴ったよ。お腹が鳴ったな。捨て星っていうのがちょっと分かったよ、なんとなく。なんとなくちょっとあっとるか確認してもらうわ。まずね、1時間配信するんだったら、あ、難しいけん1時間バージョンでいくね。じゃけん今日はこの9時の時にそれをちょっとやってもらおうと思う。教えて先生って。ヨシーさん、こんにちは。ありがとう。お腹が鳴るよ。星投げを3周する方法、1時間配信の場合60分ね。まず配信が始まる90分前に星をまでに満タンにしておく、星を。なので9時だから、ここもうかけながらやろう。よいしょ。難しいぞ。物が落ちてきた。物が落ちてきたよ。物が落ちてきたよ。1時3分今は。ともあきさん、こんにちは。下手くその猫さん、こんにちは。ザンさん、こんにちは。長毛さん、こんにちは。ユナイテッドさん、こんにちは。ありがとう。それではいきますよ。まず9時からね。9時から、これ裏映るんかな、大丈夫か。丸一、9時からだから1時間半前、7時半ですね。あ、間違えた。まあいいや。星を満タンに。7時半。丸に、7時半の1時間後、8時半。32、捨て星の捨てってどうだ、こうだ。8時半。捨て星というのは、皆様ご存知ですか、捨て星。こんにちは。クレイジーさん、50年のありがとう。キヨ兄さん、こんにちは。ザンちゃん、ヤッホー、アンズー、松スケッチヤマンさん、こんにちは。はじめまして、よろしくお願いします。そうだ、9時半だ。マスオさん、50年のありがとう。 GT さん、こんにちは。トマキさん、50年のありがとう。キットエモンさん、こんにちは。タクロウさん、こんにちは。ともっちさん、こんにちは。やっほー。丸には、8時10に捨て星。ああ、そういうことか。捨て星は配信前、別の人の
そうすると津田ひろみさんこんばんは、クレディさん一週目ありがとう、50カウントありがとう、渇望の福岡さんこんにちは、楽しかったよ。1時間後じゃ遅いな。なんかでも、あ、そっか、でもみんなは慣れてるけん、なんか初めてとかの人は2周目投げるまでに30分ぐらいかかるからって言ってた、書いてあった。じゃあ書いとくわ、それも書いとくね。この時間は字が汚いけど許して。ほいしょ。アレックスさんこんにちは、ヤシカナさんこんにちは、ケンメイさんこんにちは、50カウントありがとう、キヨ兄さん星投げ一周ありがとう、カツボンの福岡さんありがとう、 STU 大大大好きさんこんにちはありがとう、あーあーさんこんにちは、星おる誰、キコリさんこんにちは、9時開始のゆのゆのルームで、そう、それは言わなきゃ。ちょっとじゃあまずあの配信までの準備のねことはこれで合ってるかな。9時からの時は7時半、1時間30分前書いとこうか。1時間30分って90分前か。で30分前じゃじゃん、どう、9時からの時は7時半、90分前までに星を満タンにする。これは言うの5時から5時半ぐらいまでやるから、これちょっとまた時間変更になるかもです。4時終わり次第かな、速攻予定入れます。4時か5時半か、はい、これをこれが終わった後だから5時半以降、5時半から7時半までの2時間で星を満タンにお願いします。そして8時半に捨て星をする。捨て星っていうのはこれ30分前ですね、ゆうなの9時からなので30分前で、捨て星っていうのは別の人の一人だけ誰かのルームに行って星をもらいます。今なら10個なのかな、星を各色10個ずつもらうんですけど、あの入ったらもらえる星を30秒ぐらい見て星をもらうんですけど、もらうんだけどこの時には満タンにしてるから、これこの星は数で言えばもらってない。でもなんかあの1時間の時間制限がセットされるので、この8時半に行ってください。 OK で、この8時半の時間は皆さんそれぞれでいいんですけど、皆さんがそれぞれ2周目を投げ終わる1時間前ぐらい、早い人は8時10分ぐらいに捨て星をしておくと、9時半から3周目がいけるか、9時10分から3周目がいけるかの問題ってことでしょ、合ってる？合ってる？キヨ兄さん50周年ありがとう。そう、そして次配信が始まった後、
ったとしたら丸三、次丸三、30秒以内に星の各色を10個ずつ投げる。ユーナのルームで星を10個ずつ投げます。じゃん、合ってる、やった。ちょっとやっぱ動画が分かりやすかったわ。そしてそうすると、丸 3.5、10個もらえる。そう、星を10個先に投げとくと、その空いたところにまたプラス10で数が増えるので、30秒以内に、めちゃめちゃ30秒ちょっとさっきやってみたんですけど、めっちゃ早かったんで、これはちょっと1回目は失敗してもどんまいって感じ。色変えるときはみんなは知っとるか、なんかあのね、星携帯でやるときは星投げるとこをこう長押ししたら、あのいつものギフトの一覧みたいなのが出てくるから、1個目何色だろう、黄色かな、投げたら次その長押ししてオレンジを選んで、また10個投げて長押しして色変えて10個投げてみたいな感じで、星の色は5色あるのでお願いします。できれば30秒以内に、パソコンだと楽なん、お願いします。そう、そして丸四、丸四で1周目全部投げ終わったら2周目を取りに行く、集めに行くってことだよね、だって気がする。始まります、星全部投げます、星集めに行く。集めに行く、投げる、これで2周目。めっちゃちっちゃくなっちゃった。1周目2周目で、さっきここで出てくる捨て星、捨て星は何色で描いたかな、緑か。手干しをした、1時間後から3周目を集めに行く。で、投げる。これで3周目。で、丸6、50カウント50、ユナユナ、かけた。これでわかるかな。あ、黒についてた。やっほー、みんなこんにちは。
ショールーム保湿ツール、なんだろう、青黒鬼さん、おはようございます、はじめまして。しんさん、おつゆな、こんにちは、ありがとう。ゆけじいしんちゃん先生来たよ、ありがとう。本業のお勉強よりね、し、確かにね、ちょっとでもこのことは知っとかんと、配信する側が知らんとできんわ。ヤッシーさんこんにちは、ともちんさん星投げありがとう、レムさんこんにちは。そう、ケンメイさん大事なことありがとう、書くの忘れたよ書くの忘れたよ、この下に書いとくわ、赤ペンで書いとくね、ポイント。あ、取れた。ポイントってさ、PT？ だからこんにちは、93日ありがとう、にっこさん優しいなぁ、言うのが全然知らないのよ、だからお勉強中みんなと一緒に。サスケさんこんばんは、はじめまして、こんばんは、こんにちは、ありがとう。今から寝るの。とももんさんこんにちは、なぎちゃぴさんはじめまして、岡本優奈です。そう、さっきちょっとだけ前髪巻いたの、割れちゃうわ。でもはい、後半じゃじゃん、9時から配信がスタートしました。そしたらすぐ30秒以内に星を10個ずつ投げる、各所が10個ね、さっきのやつ長押しして色変えてってやつ、これさっき誰だっけ、ケンメイさん言ってくれた、ありがとう。10個ずつ投げるとポイントが 1.2 倍になるのでお願いします。10個ずつ続けてポン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 って投げれるように。でもね、これもね、ちょっとだけ遅れるとね、本当にすぐなんていうの、終わっちゃうから練習あるのみ最初のうちは仕方ない。丸5、そして 3.5、 ゆなゆなルームで星10個もらえる、それをもう投げて、それも含めて全部投げて1周完了、1周目完了、丸に。そしたら1周目投げ終わったらすぐ他のルームにまた星を集めに行ってください。かわいい子いても戻ってきてね戻ってきてね。そう、その後また集めたら星を投げる。この2周目はなんか90個しか集められないっぽいんですよね。2周目が90個なんだよね、だって気がするわ。ですね、2周目は90個、そうだ、90個投げる。2周目完了したら。パソコンだったら押しっぱなしで OK。 そうなん、いいな。ゆなは携帯でする人なので、そうだ、捨て星したら他の人のルームに行ったらダメなんだって。一人だけじゃないといけないんだって、みんなの見たいよねそう、あ、たくみんさんありがとう、もう3周ありがとう。そうね、ちなみに9連打は 1.1 倍です。え、そうなん、9も一応倍になるのね、すごい。そう、携帯をバーってやってもらわないといけないの。そうでね、行きます、2周目集めに行きます。
1周目90個星が集まったらユナのとこ戻ってきて1周目投げます。そして丸5番捨て星をした1時間後、例えばユナのやつだったら、うわユナが書いたやつだったら8時半にしたので、これをは捨て星をね、ここ8時半にしたので、ユーナの配信が9時から始まって9時半までに2周目を終わらせて、9時半になった瞬間また星集めに行ってもらいます。3周目の星集め、それを投げたら3周目完了で、3周目の時はなんかもうちょっといい方法があって、3周目まず90個まで集めるんですって、9人回ってで90個集めて90個投げるじゃん。その後最後1人のもう1ルーム行って、もうプラス10個もらったらプラスまた10個で投げれば100個分、100個分っていうのになって、しかも10個の塊ずつで投げるから、なんだ 1.2 倍になるからもっといいんだって。まあでもそれはどんまいどんまい。 NMB は2人だったんだ。そうなんじゃ。 STU は2期研究生も声かけられたので参加したい人はどうぞって。12人かな、いっぱいいます。約16分くらいで3周プラス50カウントかな。そうなん、すごい。あ、だからこの30分の時もゆうなが今1時から始めたから30分前じゃないよね。受験星投げを10分で2周目までを10分でできるとして、何時間前って言ったっけ、自分が理解してないっていうね。13時の時に捨て星を10分前、分からんくなってきた、分からんくなってきたと1時10分にしたいんだから1時間前だから2時10分に12時10分に捨て星をしとけば30分の時でもできるんだ。そういうことか、そういうこと。12時10分に捨て星してその1時間前だから12時10分、11時10分までに星を満タンにして12時10分に捨て星をしてユーナの配信始まって30秒で投げて1周目やって2周目やって集めに行って3周目のこの捨て星の時に1時10分になったら3周目を集めに行って3周投げてってこと、そういうことかな合っとる、なんとなく分かってきた。そう、捨て星をして3周目行って投げる、そしたら最後50ユーナユーナもお願いいたします。そういうことだ、わかった、すごい理解しましたよユーナ。じゃあ今度からは捨て星の時間とかもなんとなく書けるかも。でも捨て星ってさ人それぞれだからだいたい30分の時は30分配信の時は15分だと考えて60分配信の時は30分で考えとくね。ショールームお上手な皆さんには捨て星の時間はお任せしますが、ユーナはとりあえずその時間で書いてきます。すごい、わかったよ。じゃあこの配信丸三番の配信5時からするとしたら多分5時より早くなると思うんだけど、本当だ、みんなありがとう。5時からするとしたらこれに当てはめていけばいいんだよ。5時から30分だから次30分配信だから15分だから5時15分に3周目いければいいから4時15分に捨て星をする、4時15分の1時間前だから3時15分までに星を満タンにする、4時15分に捨て星をする、1人ルームに行くじゃん4時15分に、でそうね15分だからで5時に配信スタートしました、30秒以内に星を10個投げる、ユナユナルームで1周目の星投げる、
2周目の星集めに行く、5時15分に3周目の星集め行く、投げる、50カウントやるってことかな。そういうこと。16分くらいで3周できるのはパソコンかな。スマホは25分かかる。ああ、そういうことか。じゃあ30分配信の時はパソコン勢の皆さんに頼りますお願いします。そう、今回の配信はいろいろお勉強になりますね。で、なんか時間は守らないとなんか星集めとかの時間が来るって言われたので、終わりの配信も揃えた方がいいかな。30分、配信回数を多くするためマックスでも1日30分以内配信で、あ、1配信30分以内で。了解。30分以内がいい。でもスマホの人は25分かかるから、あ、ギリギリってことか。今日はでも夜はゆっくりやりたいから1時間するね。夜は歌おうかな、またなんか。そうします。やったー。開始時間はじゃあ守ります。終わりの時間は言うの、ちょっとあの頑張る、なるべくでも合わせる、 1,2 分に収める誤差を。スマホ税は大変なんだ、ショールーム。パソコン税いいな。ゆねゆね見ながら七並べしてたらみちさんと会ったと。マジで、みちさん私もしたいな。じんさんこんにちは、ありがとうございます。ということで次は5時から捨て星の時間、ちょっとじゃあ学んだやつを書いとくね、プロフィールに。あ、違うよ、5時からの時間は変わるかもしれんけん、9時のパターンで捨て星を書いてきます。お願いします。またあの9時までに、9時にはじゃあ3週かけましょう、みんなでお願いします。53さんこんにちは、ありがとう。フライング配信すると大変になるってことね。了解。え、秒は大丈夫、何秒ぐらいはいけるよね。そうするわ。秒まで詳しい時計ってあんまなくない。分は守るようにする。1時間ごとの1配信につきカウントができるんで。ああ、そういうことか。了解です。それも学んだ。カウントが1時間に1回しかできないってことね。じゃあ8時から8時15分、8時半から8時45分とかやっても1回しか、どっちかしかカウントができないってこと。わあ、すごい、お勉強になりました。おお、了解、勉強になりました、ありがとうございます。それではスペシャルギフトの展開いきますよ。STA 大大大好きさん、50円ないな、ありがとう。お返事ください。はい、ひげじいしんちゃん先生さん、はい、うわのたなさん、はい、あきらさん、はい、うわのたなさん、マスオさん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ランキング13位グラハムさん、はい、12位タカさん、はい、11位アッキー7、アッキーセブンさん、はい、10位ショーボさん、9位アッキーさん、8位さくらさん、はい、7位レムさん、6位マスオさん、はい、5位タイガーさん、はい、4位 STU 大大大好きさん、はい、3位ユマポンさん、はい、2位クレイジーさん、1位たくみんさん、おめでとう。はい、これ終わる時間もぴったりじゃないけ、やばい。はい、ありがとうございます。きょうさんこんにちは、終わっちゃうんだが、初見さんよければルームフォローもお願いします。また夕方と夜9時から遊びに来てください、ありがとう。それでは最後にキャッチコピーと全員転校いきましょう。瀬戸内のロードバイク女子言うたら、言うな言うな、はい、笑顔と元気を自転車に乗って届ける気合いに金さいね、
生まれも育ちも広島県、高校1年生16歳のゆなゆなこと川又ゆなでした。ありがとうございました。あ、そういうことね。1日3時間受験ってことね。ゆなマックスにしてないのよ。1時間2時間、2時間半しかないから、これ40分ぐらいやったから大丈夫かな。多分過ぎることはないと思う。書いとこう。40分と35分ってことにしとこう。今だから1時間15分ぐらいかな。40分と35分。よし、それではさらば皆さん、最後にせーの、皆さん、はーい、ありがとうございました。コメント、ギフト、カウント、星投げ、いっぱいありがとうございます。ゆうなは偉くなったよ。ちょっと考えながらするね。バイバーイ、また会いましょう。次夕方、もう一回時間ちゃんと入れてきます。バイバーイ、ありがとうございました。5、4、3、2、1、またねー。バイバーイ。